おお願いいまますすす有有村村子子さん皆様おはようございます自由民主党の有村春子です萩生田大臣はじめ、ご答弁をご準備いただきました皆様に心から感謝申し上げます。30分という限られた時間でございます、できるだけ多くの質問を展開したいと存じますので、ご答弁は簡潔かつ明瞭に賜りますれば、大変幸せに存じます早速本題に入ります。 慰安婦問題は歴史的題材を取り扱いながらも、実態は歴史認識をめぐる今日的な政治課題としての情報戦、国際世論戦が続いており、むしろその主張はエスカレートしているという認識を強めております。今年1 1月資料1にも記ししましたが韓国の元慰安婦ら が損害賠償を求めた訴訟において、ソウル地裁は日本政府に対し、1人当たり約1000万の支払いをするよう命じる判決を出しました。主権国家は他国の裁判に服しないという国際法に反したこの裁判は、戦後最悪といわれる日韓関係において、深刻な火種となっており、異常事態が続いています。一方国内に目を向ければ 中学社会科教科書において、一度はすべての教科書から消えた従軍慰安婦という記述が、今回の教科書検定で通り、山川出版社の教科書に記載されました。この検定結果については、国会においてすでに衆参与野党の議員からも疑義が呈されています。そもそもも私は中学生に慰安婦問題などを教える 教科書で教える必要性はないと考えておりますが、検定に合格して、この4月から教室で使われる教科書の記述について伺っていきたいと思います。この教科書には、資料2に記しておりますが、戦地に設けられた慰安施設には、朝鮮、中国、フィリピンなどから女性が集められた、いわゆる従軍慰安婦、と記述しています。このの記述が戦中の 実態を適切に表しているのかどうか、まず政府に伺います。え、当時慰安婦となった方々の出身地域、国別の構成について、政府が把握している実態をお答えください。内閣官房安中内閣参事官。あ、失礼しました。川上内閣参事官。お答えいたします。これまでの政府の調査で発見された資料には。 慰安婦の総数を示すものや、追認させるに足りるものはなく、その総数や出身別の人数を確定することは困難でございますが、数多くの内知人、日本出身者がおりましたことに加えて、朝鮮半島、中国、台湾、フィリピン、インドネシア、オランダの出身者がいたことが確認されているところでございます、はい、有村春子さん。はい、あの資料2の,この段は 明示しておりますけれども、この河野談話にも、なお戦地に移送された慰安婦の出身地については、日本を別とすれば朝鮮半島が大きな比率を占めていたと明言されています、つまり控えめに言っても、相当数は日本人慰安婦だったというのが現実であります。 慰安婦の多数が日本人であったという事実を鑑みると、朝鮮や中国、フィリピンなど、外地のことしか論じていないこの記述は、教科書検定基準が定める、戒めるところの誤解する恐れのある記述なのではないでしょうか、大臣のご見解を伺います串田初等中等教育局教育課程総括官。 ご指摘のございました山川出版社の記述、教科書記述についてでございますけれども、ご指摘の,あの中の部分につきましては、見出しといたしまして、戦時体制下の植民地、占領地の状況についての記述との関連で、 朝鮮中国、フィリピンが取り,上げていると取り上げられているというものでございますので、日本人の慰安婦の人数等については、言及しているものではございません。このことにつきましては、教科書検定調査審議会では指摘がなかったものというふうに理解しております有村春子さん。今、岸田さんがおっしゃったことは、ためにする議論だというふうに思っております。今頷いておられれますすけれどもあのやはり後世ですね東日本大震災の ことを書くときに、えー、関東で被災者が出た、死亡者が出たというのは、その項目だからそれを書いてるんだというのが果たして通じるのかどうか、やはり東日本大震災の被災者の死亡数ということは、東北のことをまず書かずして、ですねその表その違う地域だけ書いていいのかどうかというのは、今一度冷静にご判断を今後していただきたいと思います。 かねてから政府は従軍慰安婦と言わねばならないときには、多くの場合、いわゆる、いわゆるという4文字をつけています。政府はなぜ、慰安婦のことを表現するとき、従軍慰安婦ということが適切ではないと考えておられるのでしょうか。端的に伺えば、従軍慰安婦と慰安婦というのは、何がどう違うのか、ご説明いただきたいと思います。川上内閣参事官 少ししし大きな声でおお願いいいたたまますす答え慰安婦問題が政治外交問題化いたしました1990年代初頭には従軍慰安婦という用語が広く流布されており政府としていわゆるという言葉を付して使用してきた経緯がございます一方これまでの政府の調査によれば大戦当時の公文書などにおきまして従軍慰安婦という用語は使われておらず慰安婦または特殊慰安婦といった用語が用いられてたということでございますまた こうした経緯やその後の慰安婦問題をめぐる状況の変化を踏まえまして、近年、政府におきましては、従軍慰安婦という言葉ではなく、慰安婦という用語を通常用いることとしているところでございます有村春子さん。はい、今、ご言及いただいたように、そもそも従軍慰安婦という言葉はいつ頃で始めたのか、1973年に出版されました作家、千田加子 市の著作にタイトルとして従軍慰安婦という言葉が使われるなど1970年代から出始めた造語でございます慰安所が実際に使われていた戦中には存在せず終戦時から四半世紀以上も経ってから作られた信号でありますその後多数の著述家報道機関活動家が日本軍の残虐さを強調する際に多用した言葉です このような言葉で王子を表現することが果たして適切なのかどうかという率直な疑問が湧いてまいります。従軍慰安婦という造語は、この30年間続いてきた慰安婦問題に関する論争の中核をなす肝の用語であるにもかかわらず、政府としてこの極に向き合う、体験がなかった。 結果として明確に否定してこなかったことが、教科書に載り、事実に基づかない情報が世界各国にいまだに広がり続けている一因だと私は考えております。先月行われた衆議院の予算委員会において、加藤勝信官房長官が、最近、政府においては慰安婦という語を用いており、従軍慰安婦という用語は用いていませんと、政府を代表して明確に発言されています。 その一方で、政府の一員である文部科学省を代表して、萩生田文科大臣は、教科書検定が適切に行われた結果、従軍慰安婦の記載がある図書が検定に合格したものですと、そのご認識を答弁されています。これは非常にわかりやすい、かりにくいジレンマでございます。一方は従軍慰安婦という言葉を使わない、しかし、一方では従軍慰安婦という言葉の教科書検定は適切だったと。 非常に分かりにくいことでございます。大臣は、教科書検定は政治的、行政的意図が介入する余地のないものであって、文科大臣は審議会の審議結果に基づいて、検定教科書を決定する仕組みとなっていますと、過去ご答弁をされています。文部科学大臣が預かられる職責と、検定制度の趣旨にたらせば、確かにこれは妥当なご答弁になっていくものと理解をいたしております。しかしか同時に 今回のことが先例となり従軍慰安婦と記述した教科書が検定に合格したことによって一度はすべての教科書から記述が消えた従軍慰安婦という語句がまたぞろ検定の度に増えていく可能性が拭えませんえ従軍慰安婦という言葉は政府が事実に反すると繰り返し否定してきた強制連行 性奴隷20万人説などと連動して使われることが多いため、また教科書が従軍慰安婦のオンパレードとなり、国際社会に間違った情報が喧伝され、日本が不当に貶としめられることにならないか、非常に心配をしております。そもそも吉田誠治なる嘘に嘘を重ねた詐欺師が、朝鮮半島で暴力の限りを働いて、幼子から母親を引っ張がし、千人近い慰安婦の 人狩りをしたなどという完全な作り話の数々を創作し、これらの情報が朝日新聞によって長年にわたり、何度も喧伝されてきました。平成26年、2014年に朝日新聞が18本、少なくとも18本の記事を取り消すまで、実に30年以上もの間、日本を不当に貶める虚偽情報を放置してきたのであります。 吉田政治を担いだ北海道新聞も裏付け取材ができていなかったことを認めて謝罪し8本の記事を取り消しています新聞赤田旗も記事3点を取り消し謝罪をしていますこれだけの謝罪して取り消された記事がございます何年もないだ虚偽を宣伝し検伝し放置してきた報道の大失態によって また千田加工氏が著書で示した根拠のない慰安婦の数が、検証もされずに学者や研究者に引用をされ、孫引きをされ、韓国世論に火をつけ、国連や国際社会にばらまかれるなど、史実に基づかない偽情報によって、日本が不当に非難し続けられたこの国際政治の損失を、もう一度再現させるようなことは許されないと考えます。 今や慰安婦問題は完全に政治問題となっており、この30年間、日韓関係を揺るがし続けた主要課題であります。事実上、ここまで大きな社会的影響力を持ってしまっている慰安婦の教科書記述において、今回、従軍慰安婦という表記に対し、調査官による審査で全く意見がつけられずに検定を通ったこと自体、大変驚いております。報告を聞かれた大臣も ははびっくりされたのででないでしょうかそもそも教科書調査官は、教科書に記載させるべき情報の的確性を審査する専門家ではあっても、これほどまでに国際的にも政治問題化してしまった慰安婦問題に向き合い、神経をすり減らしながら高度な政治判断を迫られてきた日本政府の往年の経過と重圧を預かり知る立場にありません。 自ら決断を下さねばならない政治的リスティックや、それによる国家的代償を図り、日本の尊厳や外交政策に責任を負える方々でもありません。政治の決定権者ではないのに、事実上、中学社会科教科書の執筆者や検定調査官が、慰安婦問題に向き合う国家の方向性を決めてしまう。 その上で極めて大きな役割を制度上になってしまっているところに深刻な構造上の問題があるのではないでしょうかこの構造的ジレンマと国家的リスクを最もよく把握していらっしゃるのが他ならぬ萩生田大臣だと私は思っています萩生田大臣が大臣ご就任前に政治家として大変大きな 思いと信念と熱意を持って、この慰安婦問題や、河野談話に長年向き合ってこられたこと、その一端を存じ上げているつもりでございます。大臣がこれまで発信されたこの分野の論考も、国会図書館で取り寄せ、文芸春秋も含めて、すべて拝読した上で、この場に立たせていただいております。 責任感と政治機関が強く、官邸と本質的な議論、差しの渡り合いができる大型の文科大臣でいらっしゃればこそ、この際、従軍慰安婦と慰安婦はどこが違うのか、日本政府としてしっかりと語句を整理し、政府としての統一見解を打ち立て、文部行政においても、従軍慰安婦なる用語について、どのような定見を持つべきなのか、しっかりと揺るぎない原則を打ち立て,ていただくことを、謹んで提案をいたします。 大臣のご所見をお聞かせください萩生田文部科学大臣、えー、教科書検定は検定時点における客観的な学問的成果や適切な資料等に照らして期日の欠陥を指摘することを基本として実施しており文部科学大臣の考えや意図が介入する余地のないものです一方で教科書検定基準には閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解が存在する場合には それれに基基づいいたががされていることとの基準がありますしたがって、ご指摘のような問題については、慰安婦に関する擁護の整理が政府部内でなされ、政府の統一的な見解としてまとめられれば、その結果について発行者に情報提供するとともに、その内容に基づいて適切に検定を行っていくこととなります。先ほど、ご質問者があのご披露いただきましたけど、官房長官の委員会での答弁は私も承知してます。 一方ですね。あの今後談を継承するという閣議決定も存在しているわけでありまして、あのご指摘のようにその整理が必要ではないかというご提案については真摯に受け止めてまいりたいと思います。有村春彦さん、はい、大臣ありがとうございます。あの構成いつの日かあの時大臣は苦慮しながらも頑張ってくださっていたんだということが必ず日の目をでぶると。 確信をいいいいたたたしししてておおりままますすその談談話話ごだきにつ伺慰安婦問題については、平成4年1992年、宮沢内閣として加藤浩一官房長官談話が出され、当時の加藤長官は、強制連行を示す資料はなかったと明言をされています。しかし、なぜまた翌年、同じ内閣において再び河野談話を発表することになったのでしょうか。 官房長官談話という政府としては極めて高い談話が、同じ内閣で立て続けに、しかも慰安婦問題という同じテーマで発出されること自体、大変異例なことでございます。平成4年の加藤談話から平成5年の河野談話の発表までの1年間、目新しい物的証拠の発見など、歴史認識を揺るがすような事態はなかったにもかかわらず、なぜ後者は強制性を認めるように至ったのか、ご説明ください。 安中内閣参事官お答え申し上げます平成26年6月20日に公表されました、河野談話作成過程等に関する検証チームの報告書におきましては、えー、加藤官房長官発表の後も、韓国の世論においては、慰安婦問題に対し厳しい見方が消えなかった状況を受けまして、当時の内閣外政審議室と外務省の間で、 リアフ問題に関する今後の措置について、引き続き検討が行われておりました。各省庁におきましても、加藤官房長官発表以降も、引き続き関連文書の調査を行っているということが確認されております。平成3年12月から河野官房長官の談話が発表されました平成5年8月まで、関係資料の調査および関係者からの聞き取りを行い、 これらを全体として判断した結果、平成5年8月4日の河野内閣官房長官談話のとおりとなったものでございます有村春子さん。はい、やっぱり、韓国の世論がこれでは許さないからというのが大きな原動力なんですね。 実は、河野談話が実際に発表される半年前、韓国側からの要求に応じて、この時点ですでに日本政府は慰安婦の強制連行、あるいは強制性に言及する方針でいることを、当時の読売新聞、日経新聞、毎日新聞の各社が報じています。これはソウルで行うことになる元慰安婦の方々への聞き取り調査が行われるはるか前のことでございます。 まさに歴史的事実の検証というより政治的決着を図ったことがこの事例からも伝わってまいりますえ河野談話が発表されてからなお二十八年が経ちましたが強制連行を示すような文書や物証はその後出てきているのでしょうか安中内閣参事官これまで日本政府が発見した資料の中には 軍や関係によるいわゆる強制連行を直接示すような記述は見つかっていないところでございます有村晴子さん未だに見つかっていないということでございますではこの間強制性を裏付けるような公文書証文等が韓国から提示されたことはあるのでしょうか安中内閣参事官答え申し上げます韓国政府からの状況につきましては承知していないところでございます 有村春子さん承知していないというのは、韓国から今のところ、一つも報告をされていないということで、よろしいでしょうか、確認いたします安中内,内閣参事官日本政府がこれまで確認した資料の中に、えー、そのようなあ、いわゆる強制連行を直接示すような記述は見つかっておりませんので、えー、そういういいことでございます有村春子さん。 終戦から75年が過ぎ、河野談話から28年以上経った今でも、日韓両国において、強制連行を示す物証は出てきていないということでございました。にもかかわらず、河野談話を作成する過程で強制性を認めることになった、その論拠根拠というのは、一体何なんでしょうか安中内閣参事官。お答え申し上げます。 河野談話の作成過程におきまして、先ほど申し申し上げましたが、平成三年十二月から平成五年八月まで、関係資料の調査のほか、元軍人など関係者からの聞き取りを行っております。これらの関係資料の調査、関係者からの聞き取りを全体として判断した結果、河野官房長官の談話の通りとなったものでございます。はい、有村春子さん。 苦しい答弁です全体として判断した結果ということで、具体的な事例をお示しに、今、終戦から75年経った今もお示しにならない、これは今、ご答弁いただいた方の能力の問題ではなく、やはりこの慰安婦問題の本質の一端を表しているというふうに理解をいたしております。強制連行をを認識し言及することを必要なまでにに日本政府に求め てきた韓国とのやり取りの経緯は、外務省のホームページ、河野談話作成過程検討報告、これ、2014年に作られた、学識者によって作られたものですが、そこで赤裸々に書かれています。22ページほどの資料でございますが、詳細に読んでみますと、なるほどここまでのことを日本政府は韓国から求められて、ここまでの情報を迫られたのかと、驚愕するような内容でございます。そこには、韓国の世論がこれでは許さないっていうラインがいっぱい出てくるんですが、 そこにいやいや、これでは日本の世論が許されないということが、なかなかそこから見ることができないのは、ちょっと苦しい報告だなというふうに思っております。まあ、その一連の中で、えー、昨年12月にですね、ハーバード大学のマーク・ラムザイヤー教授が、戦時中の慰安婦に関する学術論文、太平洋戦争における性サービスの契約を発表されました。学識者にによる査読も経たこの論文において教授は 戦時の慰安施設という心身ともに過酷でリスクの高い場所にあって、慰安所事業主が女性を取り巻く各利害関係者など、どのような契約を結ぶことが合理的で信頼できると、それぞれのステークホルダーが考えて行動したのか、法経済学的なアプローチでの解明を図っておられます。こここのの論文発表後米国国や日本韓国においいいてててもなな反応がが出まますすどのようなことが起こっていますか 石月参事官お答え申し上げます個別の研究者による論文の内容について、政府としてコメントすることは差し控えたいと思いますが、ラムザイヤーハーバード大学教授のご指摘の学術論文は、査読を経て、昨年12月にオンライン上で公表されたものと承知しています。 報道によれば本年2月頃からまず韓国、続いて米国において論文への批判や論文の撤回を求める動きが急速に広まったと承知しております。その一方で、査読を経て公表された学術論文の撤回を一方的に求める動きについては、韓国国内や米国、日本の有識者等より、学問の自由の観点からの懸念等も表明されていると承知しております。有村春子さん。 自然科学であれ人文科学であれまたどのような立場を取るにせよ学術的探究や学術的成果の発表方法表現については法律や公序良俗に反しない限り最大限尊重されるべきだと考えます根拠のない競争や感情論ではなく論拠を明示せねばならない学術論文に対する反論や批評は言論においてなされるべきだと考えます さまざまな視点や意見を持つ人々がそれぞれフェアプレーの精神で論人を張り、そして複眼的な検討を経て、より説得力のある真実を見いだしていくことこそ、学問や研究の強さであり、強靭さであり、民主主義の発展につながる尊い対話だと考えます。日本ののの文文部部科科学学行政をを司るトップとして大大臣臣ご所見を伺います萩生田大臣 研究者が外部から干渉されることなく自発的かつ自由に研究活動を行いその成果を自由に発表することは尊重されるべきと考えていますなぜならそれぞれの研究者が自発的かつ自由に研究活動を行い互いに競い合うことで真理に近づくことができるということを私たちは歴史から学んできたと思うからですしたがってある研究者の研究成果に対する批判は他の研究者の別の研究成果によって行われてこそ 意味があるものもにななるとと思っておりりまますす村春子さん明快ごご答弁ありがとうございますそれではまた慰安婦のことを引き続き伺いますが、日本と韓国は1965年に日韓請求権・経済協力協定を締結し、国交を正常化させました。両国がお互いに努力し、歩み寄り、14年の歳月をかけてやっと合意したこの協定において、 慰安婦のことはどのように論じられいかに対応されているのでしょうか石月参事官お答え申し上げます日韓請求権協定におきましてはあの慰安婦問題を含め日韓間の財産請求権の問題はこの1965年の日韓請求権経済力経済協力協定で 完全かつ最終的に解決済みでございます有村晴子さん。その協定が結ばれる過程で、どのように慰安婦問題が論じられたのかということを伺っております石井剛志さん時間交渉の日韓国交正常化関連交渉関連文書の中に、南方占領地域慰安婦の預金 残地財産との記述が存在することは承知しております。えー、いずれにせよ日韓あの、慰安婦問題を含めて、ですね日韓間の財産請求権の問題は、この交渉の結果、締結された1965年の日韓請求権経済,経済協力協定で、完全かつ最終的に解決済みでございます有村晴子さん。 というい日本政府の主張にもかかわらず、今年1月に出されたソウル地裁の判決においては、元慰安婦と原告の損害賠償請求権は、今おっしゃった65年、1965年に請求権協定の合意に含まれないと韓国が主張しています。これに対する日本政府の見解をお聞かせください岡野国際法局長。65年の日韓請求権経済協力協定では、1項、 というのがございますけれども請求権の問題は完全かつ最終的に解決されたものであることを明示的に確認しております国と国との間の問題として日韓間では個人の請求権を含めてこれらの問題は最終的完全かつ最終的に解決済みというのは明確でございます有村遥子さんはい、この限られた30分の質疑においても やはりこの慰安婦問題というのは根が深いということを皆様、実感されると思います。多くの慣習や伝統を背負って重責を背負われる文部科学大臣としてのお立場と、日本の尊厳を大事に活動してこられた政治家としての信念において、時に総国が起こってしまうであろうことも容易に想像がつきます。その中でより良い未来ををろうと先頭に立って努力をされ 35人学級ままもなく実現でございますその実現など、結果を出しておられる萩生田大臣のさらなるリーダーシップを念じ、共感をし、 また与党の一員として、この教科書記述も含めて、本来の誤るべきところはしっかりと国際社会に誤り、しかし、言われなき虚偽に対しては、毅然としっかりと反論をして、その明確な分別をつけていく、そういう政治課題にともに背負って向き合っていきたいと思います。以上で私、の質問を終了ししまます。ありがとうございました。 の。高